微心なカメラワークだったね。失わずついてきたじゃん。ま、ついてこれるように逃げてたんだから当然なんだけどさ。朝から走り回ってご苦労様。ま、それをさせたのは私たちだけど。んだとこら。って、お前ら。同じような雰囲気と服装。似ているとは思ってたが、兄弟。いや。おそらくは双子か。スーちゃん、あの二人って。ああ、もしかすると。ま、僕たちのことは今は置いときな。あんたらが用があるのはこっちのおっさんだろうしな。おお。いやどいつもこいつも働き者で感心感心。おじさんも見習わなくっちゃな。ったく、朝っぱらからパシってくれやがって。ま、これも仕込みの一つってんなら仕方ないけどな。じゃ、予定通り私たちは行くから、あとはどうぞご勝手に。もちろんだ。いつも通り好き勝手をさせてもらうぜ。あの野郎は。とっくに分かってたが、やっぱりあんただったか。結社ミクラウヘビの使徒第四中エルロイ・ハーウッド。よう、裏解決屋諸君。さすがにバレバレだったみたいだな。南の島でのバカンス楽しんでくれてるみたいで何よりだ。会うのは去年の異変以来になるのか。いや、時間が経つのは早いもんだぜ。この人が庭園が立ち上がるきっかけを作った人間か。あ、お二人にとっては噂には聞いてるぜ。あの県の管理人を倒した二人なんだってな。一応礼は言っておかなくちゃな。おかげで去年の庭園潰しも手間が4分の1減ったわけだし。礼を言われる筋合いはない。別にあなたを楽しませたつもりもないしね。あんたからの招待でさえなければバカンスも心底満喫できたんだが、あの双子まさかそっちの手先だったとはな。じゃあメッセルダムやラングポートでの活動は。この猛毒親父が裏から手を回してたってことになるわけか。いや、おじさん別に何もしてないぜ。ゼクトアームズの暴走だの、ヘイゆえの内乱だのには一切手を出してねえしな。ふざけてんじゃないわよ。あのイクスって子であれだけ引っかき回しておいて。ラングポートでもヘイゆえの企みを陰ながらサポートしていた様子。首都で気配はありませんでしたが、さすがに無関係じゃ済まされないと思います。答えろ。どうしてあんな招待状で俺たちを呼びつけた。まさかてめえのリゾート地のモニターを頼みたいってわけじゃねえよな。おいおい、もう本題かよ。もっとおしゃべりを楽しもうぜ。まあお前らの探し物を考えると焦っちまうのも致し方なしか。あなたが抑えているんですね、アルマータの遺産、第8のゲネシスの外郭を。ふん。切り込むね。逆にこっちが聞きてんだが、
お前らはどこまで知っている？何？どこまでって、オクトゲネシス、シー・エプスタインが残したオーブメントの原型、数十年以上前の代物でありながら今の技術をはるかに超えたオーバーテクノロジー。あれは一体何のための装置だ？動力技術を確立するための実験に使われた原型動力機、それがどうしたっていうのさ。それで終わるもんじゃねえってことはお前らも知ってるんだろう。去年アルマータはあれを使って常識を超える事件を引き起こしていた。指揮科にタイ君の復活、薬物を介した精神操作、シングラリティの再現、デスゲームのルール監視、極めつけは首都でのハンマカだと思っていた。まさかそれ以上が今になって起きているなんてな。それはこの人、さっきから要領を得ないな。何が言いたい？しらばっくれるなってなあ。教えてくれよアークライド、死んだことがあるっていうのは一体どういう気分なんだ？ここにいやがったか。なるほどね、あれを知っている。やれやれ、時間切れだな。エレイン、セリド殿下たちも。あなたたちが慌てて出かけたのがビラから見えてね。あの封鎖も解けてて何事かと思えば、まさか破壊にたどり着いてるとはな。いえ、たどり着くというか引き出されたというか。ふざけても一案内をされたってのが正しいわね。そのあたりは気になるが。ええ、まずは拘束が最優先かと。抜け駆けはいただけませんね。そう。いや、それだけじゃねえ。やっと見つけたぜ、破壊。副兵長殿と同時なのは尺ですが。優先すべきは下方狩り、しがらみは脇に置いていただこう。みんないる。捕らえましたな。かくれんぼも終わりかな。作戦 G4 開始。これより対象を拘束する。はっ。お兄ちゃんたち、イカルガに聖杯騎士、隠密総兵の方々も。出遅れてんじゃないの、この役立たずども。邪魔だ、どけや。はっ、まさしく崖っぷち、絶対絶命の状況みてえだな。達人たちが揃いも揃って爽快やね。結社のお二人。ああ、だが、いや、俺もまさかこんな状況に陥っちまうとは。助けてくれよレティ、バルタ。とぼけてんじゃねえぞハウッドの旦那。結社を裏切ってしもた旦さんにつくのはさすがにちょいと難しいやろね。え、今なんて。やっぱりそういうことだったか。やれやれ、双子を下がらせたのは失敗だったな。こういうほころびの積み重ねが完全犯罪を遠ざけちまう。犯罪の天才ともあろうものが焼きが回ったってもんだ。いや、年かね。無駄口はそこまでにしとけよ。時間稼ぎのつもりかよ。バンたちへの招待状に
各勢力を呼び寄せるあからさまな情報誘導、あなたが何かを企んでいることは明白だわ。そいつが動き始める前に何としても拘束させてもらうぞ。クロスベルや帝国の事件の裏での動きも改めて問いただしたかったところだしな。ん？ああ、企みならとっくに始まってるぜ。親切心で言っておいてやるが、それ以上は近づかない方がいい。何を言っているんですか？苦し紛れのザレ言。いや、こういうの得意な男なんだろう。まさか揃いも揃って何ビビってるわけ。だったら遺産は私らがいただくわ。ほら、粋なグズども。ああ、バカだ。はっ、拘束を開始する。ああ、バカだ。はあ、何これ。後輩、これは毒か。はあ、だから言ったのによ、ものの数秒もありゃ島全体が包まれる。逃げ場はねえから諦めな。なんでこの男は平気なんだ。待て、で、うかつ。これが違和感の正体か。やりやがったな、旦那。ほんまいけずな人やわ。バルターたちですら膝をつくほどの毒。俺はこっちにはきついだろう。くそ。いよいよ幕開けだ。楽しむとしようじゃねえかなあ。でもこれってもしかして戻る？戻る？毒ガスで全滅。なるほどね。いない。あそこです。一瞬であんなところに戻ったね。影の異能ってやつか。舐めやがって。あの子って、こいつは何を今のこの先で何か、この感覚、この子ら多いからね。ちょっとでも何度かあった。うん、間違いないみたい。とにかく追いかけるぞ。だがこのままじゃ何かやれることはねえか。例えばあの場所に直接たどり着くための方法なんかは。どうやら違う進み方をしていかないといけないらしいな。なるほど。何をきっかけに巻かれたのかなんだよな。あのバカどもがなんか余計な仕掛け踏み抜いたのかなっていうのも考えようによってはあるんだけど、そういうことなのかな。こっちに行っちゃうと多分変わんないんだもんね。
ビラで貸し出してる小型艇か。おい、あの構造を追いかけねえのか。早く死ないと逃げられて。お。な、待って。行き先が分かってるなら確かにこっちの方が早いかな。はい、どうしますか、バンさん。こいつなら。行きましょう。どれ、急いで向かうぞ。あれ、なんで？そっちから来るとはな。破壊のハーウッド、話がある。他の連中が集まってくる前に付き合ってもらおうか。へえ、だったらいい場所がある。案内するぜ。あれ、ついてこれと思ったらなんで先についちゃってんだよ。お疲れ、イクス。ま、無駄足だったみたいだけど。岩礁地帯、ビラからも見えていましたが、ちょうど死角になっています。ここだったら。ああ、邪魔は入らねえ。落ち着いて話とやらができんだろう。個人的にはせっかくのお楽しみが味わえなくなったのは残念だが。そいつはこの島に仕込まれた何かのことか。あんたに危害が加えられるのをトリガーに自動的に島全体を包み込み蝕むような。ヒュー、なんで知ってんの。もしかして見つかっちゃったわけ。あ、間違いなくバレないようにやったはずだけど、察知してきた人がいたからあまり近くには仕込まなかったし。国際的にも禁止されている BC 兵器、中でも毒物劇薬などを利用する化学兵器、君たちがそんなものを。ネッセルダムでのことを考えると平気で仕掛けてもおかしくなさそうね。やるじゃねえか。どうやって見抜いたのかね。まさか実際に見たわけでもあるまいし。教えてやる義理はねえな。噂通り、うん、噂以上の人みたいだね。どこまでも斜め下にだけど。こんな形とは思わなかったが、直接会えて光栄だ。全ての元凶。噂には聞いてるぜ。あの剣の管理人を倒した二人なんだってな。一応礼は言っておかなくちゃな。おかげで去年の庭園潰しも手間が4分の1減ったわけだし。礼を言われる筋合いはない。別にあなたを楽しませたつもりもないしね。改めて聞かせてください。どうして私たちを呼び出したのか。動力ネットに遺産の情報を流して各勢力を呼び寄せたのも含めてですね。理由はそれぞれだろうが、あれだけの勢力があんたを追っている状況だ。その上でわざわざ居場所や情報を晒して自分の首を絞めるような真似をする。一体何が目的だ。必要だったからとしか今は言えねえな。お前たちを呼んだのは他でもない、ちょっとした島巡りツアーに参加してもらおうと思ってな。は？またアクティビティかい？だってこの島にはいろいろと目を引く古い建物や遺跡なんかが多く残っててな。それらを回って由来なんかを確かめながら過去に思いを馳せる。観光地にはよくある趣向ってやつだ。そういうことを言ってるんじゃないっての。
この後に及んでふざけたことを。至って真面目だぜ、おじさんは。島を買い取ってからどうにも経営が右肩下がりでな。ここらで目玉のアクティビティでも立ち上げて新規客を呼び込もうかと考えててな。そのモニターとして参加してもらうためにお前たちを招待したってわけだ。そういう意味ではオラシオンの時と同じ裏解決屋への依頼ってことになるか。いきなり何を言い出して。建前なのは間違いないみたいですけど。そもそも前回の依頼を受けたのはあくまで俺たちの足場として利用できたからだ。あんたからの 4SPG はもう受けねえよ。それがどんな些細なことであろうがな。ああ、だからそれを通すための筋を用意してやったんだ。毒ガスの存在はもう知ってるんだろう。まさか脅迫するつもりですか。民間人を含めた島にいる全ての人間を人質として。起動自体はいつでもどこからでも可能でね。さてそれを踏まえた上で脅迫者からの 4SPG を引き受けるべきか否か、裏解決屋の流儀にはどっちが合うんだろうな。貴様、やっぱり聞いていた以上の最悪っぷりだね。ああ、庭園が発足するきっかけを作っただけはある。そこまでして僕たちにやらせたいツアーって。どこまでも嫌な予感しかしねえな。バンさん、いいだろう。あんたのあからさまな思惑に乗ってやる。ただし 4SPG としては断固引き受けるつもりはねえ。あくまで業務上必要な取引として処理する。あんたに絶対に毒ガスを起動させねえためのな。取引成立だな。まあ報酬は期待してくれていいぜ。探し物はこちらに。招待状の文面に嘘はねえからな。それは、どこに行くつもり。取引も無事終わったことだし身を隠させてもらうぜ。そうそう、ツアーについては他言無用だ。一応まだ企画段階だからな。もし人に言えば分かってるよな。ま、あんたたちと協力したって情報は来てる勢力全部に知れ渡ってそうだけどな。陰越しに見た感じ、すでに2つの島全域に展開してるみたい。仲良くボートに乗ったからかな。めんどくさいことになったね。懸念して島の外周を迂回しましたが。なるほど。目撃されていましたか。他の全員に敵対していると見られてしまったか。まあまあ、どう受け取るかはそれぞれの勢力次第だと思うし、取引した以上は僕たちもサポートすっから、せいぜい前向きに行こうぜ。じゃあね、あとは勝手に頑張って。待て、行く前に一つだけ聞かせてもらう。破壊とは別に、お前らは一体何者だ。人では会わなかったけど、ずっとプンプンしてるんだよね。なあちゃんたちが消したくても消えない同じ匂いが。それって。そうそう、一応これだけは言っておくぜ。パイセン型ガーデンの最高傑作は僕たちだ。3と9。あっ、その称号は私たちのもの。あのトゲの孤独を生き延びたね。ま、今さらどうでもいいんだけど。やっぱり。ツアーのマップは
この後すぐ送っておくぜ。それでは皆々様、ネメスリゾートがお送りする呪われた孤島での特別な一日、とくとお楽しみあれ。その後ハウトからザイファーズ邸でツアーの各種情報を受け取り、ファンたちはすぐに小型艇で最初のポイントを目指すのだった。ここからこの島に来ている全勢力が襲ってくるんだな。ネメストの封鎖エリア、この東端か。リゾートエリアとは違って長い間放置されてしまっているみたいだな。開発予定の未開発エリアだそうですけど、思えば少し変ですよね。リゾートとして運営されているエリアに対して随分と広いみたいですし、ええ、調べてみたところ何年も未開発のまま放置されている様子。従業員の方々も理由はご存知なかったようですが、こんなところを回らせて一体何をさせようって言うんだろう、カトル君。あのモードクエイジの狙いもそうだが、さっきのやり取りは何だったんだ。パイセンとか言ってたわね。あなたたちの背景を考えたら、まさか彼らも庭園の、うん、多分ね。直接の面識はないけど、あのメルキオールが管理してたソーンガーデン、そこに所属するという双子の暗殺者、数年前に俺たちを追跡したこともある。バーの助けでなんとかクロスベルホームに逃れられたが相当厄介だったな。あの時の追ってか、微妙にニアミスはしてたんだな。それとは別に去年庭園が壊滅した後しばらく裏取りをしてた時期があったの。そんな中とある噂を掴んだんだ。組織の壊滅直前、メルキオールが全ての庭に残した最後の命令、所属していた構成員全てに殺しをさせたっていうな。タイミング的にはオラシオンあたりでジェラールが一度死んだ後あたりか。あの最高野郎が殺し合いってどうしてそんなことを。想像もつきませんね。最後まで理解できない人でしたし、アラビスに現れた残党が精巧な人形だったのは判明していましたが、ああ、あの偽物が連れてた奴らだね。孤独といえば、東方古来に伝わる呪術的な儀式だったか。ああ、確か、毒を持った動物を閉じ込め、殺し合わせることでより強力な毒を生み出すっつう。聞いてそのものの悪趣味な思考、そこから生き延びたか。本当かどうかはわからない。それがどうして破壊というのかも。何にせよ、今は囚われるべきじゃないはずだ。他の勢力にまでマークされているかもとか、かなり面倒い状況みたいだしね。それがあったわね。毒ガスさえなければツアーなんてものにおとなしく従う必要もないんだけど。とにかく、こなしながら気を伺うしかねえだろう。破壊から受け取った情報では最初のポイントは洞窟。地図を見る限り相当怖くないはずだ。早速周辺を調べてみるぞ。なるほど。追尾している場合ではなさそうだな。腕が鳴るな。特に変わらんしな。なるほどね。じゃあとりあえず今回はここで一区切りにしておきましょうか。生き返るぜ。ここからなかなか大変なね、戦いになりそうですけれども、なんとか生き抜いていきましょう。はい。では、英雄伝説黒の奇跡2実況プレイの、パート71かな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。